せーの、ただろきチャンネル。はーい、顔面工事タンタンタン。私はずっと病んでるアイドル、ただろきちゃんです。よろしくお願いします。こんにちは、ただろきちゃんです。この間久々に私のチャンネル登録者数の男女比率を見たところ、なんと男性の比率が格段に上がっておりました。前は 92% ぐらいが女の子でした。ですが、なんと男性比率が 10% 以上上がっておりました。ちょっとね、男性の視聴者さんを獲得していこうかなっていう試みで、男性が好きなものっていうのは何かっていうのを考えた時に、やっぱり私の肩書きでもある整形アイドルのアイドル好きでしょ？好きじゃない？どっち？わかんないけど、今日はアイドル風味で昨日つけた長いエクステ、こちらがドライヤーで何分で乾かせるか検証していきたいと思います。本当にエクステっていうのは乾きにくくて、お風呂上がり乾かす、あ、やば、巣に戻ってた。あの乾かすのにとても、なんだっけ、忘れちゃった、言いたいこと。イエイ。はい、じゃあ今から髪の毛を乾かします。スタート。あっつい、あ、違うわ、あっちょい、あっちょい、あっちょい、ちょい。とりあえず地毛の方が乾いてきたので、解きます。はい、オッケーです。あ、間違えた。オッケー、はい、乾きました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、喉が限界になりました。普段から結構エクステ乾かすのってめちゃくちゃ時間かかるなっていう風に思ってたんですが、まあ、こう当て続けて20分ぐらいですからね、結構な時間かかるなっていう風に思いました。電気代もかかりそうですね。エクステこうすると早く乾きますよとか、こうするとまっすぐになりますよみたいな情報があったら、ぜひ教えていただけると幸いです。では今日の動画もご覧いただいて誠にありがとうございました。
私にちょこっとでも興味持ってくださった方はチャンネル登録、高評価ボタンポチッとお願いします。ツイッターもやっております。ご質問等ございましたら気軽にリプを送ってください。ではまた明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。